三匹の子豚。ある日、お母さん豚が3匹の兄弟豚に言いました。お前たちはもう大人だから自分で家を建てて暮らしなさい。一番大きい長男豚は藁を集めて一日で藁の家を建てました。豚が家の中でのんびりしていると、そこへ狼がやってきました。おお、家の中にうまそうな豚がいるな。よし、あいつを食ってやる。狼がふーっと息を吹き出すと、藁でできた家は簡単に吹き飛ばされてしまいました。豚は狼に食べられてしまいました。2番目に大きな次男豚は森で木を集めて3日で木の家を建てました。しかしこの家も狼に簡単に壊されてしまいました。豚は狼に食べられてしまいました。一番小さな三男豚はレンガを焼いて1週間かけてレンガの家を建てました。そこへまた狼がやってきました。よし、あの家も壊して豚を食べてやる。狼はレンガの家に力いっぱい体当たりしました。けれども家は丈夫なレンガ、びくともしません。おい、たた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 、こいつはとても壊せない。他の方法を考えよう。狼は帰っていきました。その夜、狼はまたレンガの家にやってきました。狼は足音を立てないよう、レンガの家の屋根に登り、煙突から家の中を覗き込みました。よしよし、ここから中に入ってやろう。狼は煙突に飛び込みました。ところが、うわあ、助けてくれ。なんと煙突の真下にあるストーブには大きな鍋が火にかけてあって、熱いお湯がたっぷりと入っていたのです。あちちちちち、狼は大慌てでレンガの家を飛び出し森に逃げていきました。おしまい。